関西の銀屋においての話です。ネタバレになってしまうんですけども、犯人は大工なんですね。なので大工さんと言わずに大工と呼び捨てにしますけれども、はい、この男が奥さんを殺したんです。で、殺人犯というのは大抵遺体をどう処理するかと、ここに頭を悩ませるわけです。どこかに埋めようと、自分は大工だということで、当時受け持っていた新築工事現場に埋めて、その上で家を建てていったんです。こうして新しいお家が完成して、幸せな家族が引っ越してきて、ご覧になってる皆さん、お宅を掘り起こした何か出てきてもおかしくないと。